こんにちは、もえです。今回は粘土で顔を作っていきたいと思います。顔といっても彫刻の顔を再現したいと思います。そしてその一部ですね、全部ではなく、ちょっと目のあたり、目と鼻、頭のあたりですね、その辺を作っていきたいと思います。で、彫刻なので、普通の人の顔は顔なんですが、ちょっと大げさにというか、普通の人の顔を全く一緒っていうわけではないので、それらしく作っていきたいと思います。で、今回はですね、粘土の使い方とか、どういう風にするとやりやすいよっていうお話をしようかなと思います。なのでぜひ、最後まで聞いてもらえたらと思います。で、使っている粘土はいつもと同じくラドールプレミックスを使っています。これはですね、積層粘土なんですが、とても使いやすい粘土です。初心者の方にもとてもおすすめです。私もほぼ初心者なんですけど、一番最初に使ったやつもこれです。で、最初からですね、ちょっとフィギュアとか作ってみたんですが、それもとても自分の中ではいい感じに作れたのでですね、初めてやるっていう方もこの粘土おすすめです。で、今回はですね、顔の一部なので、顔の一部ちょっとこう斜めに頭をスパーンと、顔のところスパーンと切った感じにしたいのでですね、ちょっと残酷ですがそんな形にしたいので、まん丸ではないんですね。で、これも本当だったらこうボール状にして、中も全部埋めてしまえば結構簡単なんですけど、そうすると粘土のがもったいないっていうのと、あと固まる時間も結構かかるし、あとはですね、これ私は作品の一部にしたいので、ちょっと重すぎるとちょっと影響が出てきてしまうのでですね、中は空洞にしたいと思います。で、その空洞にさせるため、こうなんていうのかな、こう中をこうこういう風にね、中を開けたいんですけど、そうすると作業をこのまましたいんですが、ドーム状にね作りたいんですけど、そうすると重みで形が崩れてきます。こうペタンコになってくるので、それを防ぐために中にですね、なんかこう支えを入れておきます。で、この支えも本当はこれの形に合ったもの、これだったらもうちょっと丸い半円みたいになっている、ドーム状になっているようなもの、一回り小さめのものを何かこう入れるといいんですが、ちょっとね、ちょうどいいものがなかったので、私はもういつも通り、よく私が使っているお豆腐の、入れ物を使っています。これはですね、私も壁画の時とかも、この粘土を使う時とかもいろいろこう使い捨てでですね、よく使ってるんですけど、ここでもちょっと裏返しにしてですね、ちょっと支えるためにたまにこう入れて使ってみました。ただこれちょっとお豆腐の入れ物四角かったので、あんまりこう四角い形になりそうだったのでですね、ちょこちょこ入れては出してみたいな感じにして使ってました。で、ある程度固まってくればこの支えもいらなくはなるんですけど、この作業してる時はね、柔らかい状態を保ちたいので、しっかりこう手で押さえて形を作っていく時とかは、こうやって中に入れてですね、作って、使ってみました。で、今回この今親指で押さえてたところ、この右の方のところですね、ここは へこませたところ、ここですね、ここはですね、目を入れていくところです。で、今回目はですね、本当はこうなんか彫刻のように彫っていけば、本当の彫刻のように彫っていくと楽かなと思ったんですけど、そうではなく普通の粘土なので、丸い球体を作ってですね、ここにはめ込んでっていう風にちょっとリアルにしたいなと思って作っています。なので今はですね、その周りの形を整えているところです。これも本当だったら全体、顔の全体を、ね、正面から作ってしまえば、その方が多分楽だったかなと思います。ただこのラドールプレミックス、これですね、どん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 乾いていくので、全体を作ってからスパンと綺麗にこう乾いてない時の状態のように、お豆腐みたいにねスパンと切れるわけではないので、こう固まってしまうとなかなかね、ここまで綺麗に切れなくなってしまうので、その他のところはね作らずに
使いたいところだけ作りました。でこれがもしこの石素粘土とか石粉粘土とかではなく、なんていうのかな、こう油の粘土、こうずっと乾かないやつとか、あとは、オーブンで焼いたらとか、オーブンなのかな、なんかこう熱して焼いたら固まるやつとか、陶器のやつとかですね、そういうものだったら全体を作ってから、まあ、乾かす過程に移る前に切ってしまって形を整えるみたいなことでもやりやすいのかなと思うんですけど、私の場合はですね、この石素粘土は固まっちゃうので、使う部分だけ作りました。ただこれを例えばその固まる前に全部作ってしまえるのであれば、作っちゃってスパーンと切るっていうのもいいかなと思います。で自分のやりたいようにというかですね、まあ、やりやすい、方がいいかなと思います。で今この付け足してるのはですね、髪の毛の部分ですね。ちょっと今回の彫刻、元にしてる彫刻は、実はミロのヴィーナスの頭の部分なんですけど、ミロのヴィーナス見たことある人はわかるかと思うんですが、髪の毛の部分が結構特徴的というか、まあ、彫刻なので結構この髪の毛の流れがですね、はっきりとしています。うねってる感じですね。それを出したいので、後でヘラで形を整えていく前に、こういう風にですね、事前に大まかなこの形を付け加えていきます。これが真っ平らすぎるとですね、ただただ線が描かれただけみたいな感じで、ヘラでこう線を描いても大したこう立体感が出ないので、あらかじめこういう風にウェーブのある髪の毛のね、この束の感じを出していきます。であとはこうやって指でですね、形を、大体の形を整えていっています。であとはですね、このヘラ、このヘラもこの粘土板もダイソーのものなので100円なんですけど、これで整えていっています。で大まかにこう形を整えて、いらない粘土の部分、ここは取って、この柔らかいうちにね、取っていきます。これはなんか彫刻のようになんか削ってる感じですね。でこのヘラの種類とかも変えたり、その自分で出したいテクスチャーにするためにですね、いろいろとどれが合ってるのかっていうのをですね、こう書いてというか使ってみながら試して、探していきます。どれが合ってるのか。でこうやって取った粘土もまだ使える柔らかい状態の場合はですね、しっかり取って、次使う時用にね、置いておきます。でこの時に今整えてるんですけど、髪の毛のところやってたので、ちょっと顔の方がですね、崩れていったりとか、形がふにゃっとなっていったりっていうことがあるので、そこもちゃんと気にしながらやっていきます。で大体この形ができたなと思ったら、どんどんこう綺麗にですね、今ぐちゃぐちゃとなってるので、そこを表面を綺麗にしていきます。表面綺麗にしていくときは、こういうちょっと大きめの指が入るぐらいのものだったら、手のひらっていうか指の腹でですね、綺麗に、表面をこうやってね、すべすべ触っていくと滑らかになります。なので手がね、一番いい気がします。指がね。でこれもツルツルにしたいところは、しっかり手でこうやすっていくというか、触っていくんですけど、この時も少し水をつけながらすると綺麗になりやすいかなと思います。ただこれ水つけすぎると、このテクスチャーがなくなるぐらいドロドロになっちゃったりとかするので、そこも気をつけてください。これぐらい大きいテクスチャーだとですね、まあ溝とかだと大丈夫なんですけど、本当に細かい1ミリ単位とかの溝だと、ほんの数滴水を垂らしただけでもですね、ジュワッとなって、その溝とかがもうなくなってしまったりするので気をつけてください。であとはですね、まあ指が入らない部分はこういう綿棒とかを私はよく使っています。はい、こんな感じですね。まあ、でここから目とかもいろいろ入れていくんですが、
今回ちょっと長くなってしまったのでこの辺にしたいと思います。これもですねちょっと完成品は私のインスタの方にも載せたいと思うので、ぜひそちらもチェックしてみてもらえたらと思います。はい、ということでまた次の動画で。バイバイ。